おはこんばんちは。今回は、車、丸ごと、シリコンスプレー洗車やってみます。シャンプー洗車は、終了してます。そして、シリコンを均一に伸ばすために、成分に、撥水レジンと、界面活性剤が含まれている、簡単ワックススプレーを使用します。いろいろなところから似たような、スプレーワックスが売られています。どれを使っても良いと、思います。シリコンスプレー洗車が、楽になります。今回は、車丸ごと洗車なので、タイヤワックスとして、シリコンを使って、ツヤを出してみます。撥水状態は、こんな感じになっています。白いボディなので、拭き残しがあちらこちらにありました。最後は、マイクロファイバークロスで拭き取り、完成です。そして、ボディのツヤ感も見てみます。それなりに、ツヤ感も出ているかと思います。この動画が良かった、ためになったと思う方は、チャンネル登録、高評価してもらえたらとても嬉しいです。動画制作の励みになります。ではまたお会いしましょう。